東京電力に対しては原子力規制委員会の認可を受けた計画に基づき、速やかに海洋放出開始に向けた準備を進めるよう求め、具体的な放出時期については気象解消条件に支障がなければ8月24日を見込みます。本日の閣僚会議において現時点で準備できる万全の安全確保、風評対策、成合継続支援策を講じることを確認し、